ローラ妖怪です。今回はですね、人生で初めてカメラを、自分のカメラを買ってみたので、それでちょっと歌ってみた動画を撮ってみたいと思います。はい、届いたよ。ソニー Vlog カム ZV-1。 まあ今までカメラを買ったことがないのであんまり比較できないんですけど、スマホとかとの比較になってしまうんですが、今日はこれで、歌ってみた動画をちょっと撮ってみたいと思います。ソニー Vlog カム、ね、ZV-1 で撮ってみた、歌ってみた動画を見たい人は、目次にもう飛べるようにしとくんで、そこから見てみてください。はい、ちょっとでも開けてみます。ふい。ふい、楽しい。ふい。来ましたよ。こんな感じで入ってます。こんな感じ。じゃん。はい、ソニー Vlog カム ZV-1 です。ああ、初めてのカメラですよ。オーライ。すごい、これ iPhone よりちっちゃい。最近買った iPhone 12、12よりちっちゃい。さあ。ちなみに今撮ってる動画、今これは iPhone 12、12で撮ってます。iPhone 12から、この12から、ソニーの ZV-1、Vlog カムに変えるとどうなるのか。やってみますね。オーライ。こっちはソニーの ZV-1 デジカメで撮っております。見えてますか？どんな感じなの？ちなみに音も、もう外付けのマイクとか使わずに完全にこの、Vlog カムのマイクだけで撮ってみています。どうですか？でもやっぱ自撮り今してるんだけど結構綺麗っぽいな。どうなんだろう。あとこれ一番僕買おうかなと思ったのが、僕が一眼レフを借りて撮ってたんですけど、ピントがなんか歌ってる時に合わないとか、なんかこう自撮りしてる時にピントを合わせるのが結構難しくて、なんかもっとこう手軽なやつ、かついい映像撮れるのないのかなと思って、いろいろ探してたら、ちょっとこの Vlog カムがすごいいいらしいというのを見つけて、しかも僕がお世話になってる、アートディレクターの人が、すごくいいっておすすめしたので買ってみました。いかがですか？まあ、ちょっとこれ、歌ってみましょう。ちょっとこのままで、ざっくり歌ってみるので。おぉ。OK、じゃあちょっと一曲歌ってみます。では、B'z の僕が初めて、ギターを買って初めて弾いた曲をやろうかな。相変わらずな僕らという曲は、すごい短い曲なんで。今まで好きなこともしたし、たまに我慢もしてきた。あいつは食べたなんて君勝手に決めないで、余計なお世話だよ。ソニー ZV-1 Vlog カムで、歌ってみたを撮りすぎ撮ってみました。いかがでしょうか？映像、音なんかも、感想コメントに書いてくれるととっても嬉しいです。まあ、今回はちょっとざっくりしたものなんですが、ちょっとこれでちょっとねバンバン動画を撮っていきたいなと思っています。
あとあれだね、これお料理動画撮りたい。これちなみにあんまり僕は今動かなかったけど、オートフォーカスがかなりすごくて、例えば手を、これ手に今ピント合ってますよね。この間から見えてる僕ボケてると思うんですけど、こうやって引いていけばまたパッと、すごいよくわかんないけど、どういう仕組みなのか全然わかんないけど、すごい。何しろ初めて買ったカメラだからテンションが上がる楽しい。はい、ご視聴ありがとうございます。また基本的には、弾き語り動画とか、いろんな音源を作ってカバーオリジナルパーツアップしていこうと思っています。動画ちょっとね楽しんで、ちょっとまあまあやっていこうかなと思っています。よかったら、いいねコメント評価などしてくれると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。余計な頑張りでした。オーライ、バイバイ。